お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょうど先ほど撮ってるんですか？もう撮ってます。はい、あ、はい、ちょうど先ほど最新相場情報、はい、撮影しましたけど、はい、その他にも何か伝えたいことが、まあ、あるっていうことで、はい、はい、知ってますか？はい、何ですか？見ました最近。最近、はい、見ました。最近何を見ました？夕日幽霊ですか？違います。見ましたか？いや、何も見てないです。見てないですか？はい、いやね、実はですね、Gクラスについてですけど、はい、もちろん、来年あたりちょっと動きがありそうなニュースがですね、ちょっと最近立て続けにね出ているんですよ。ちょうどなんかこの間、はい、Gクラスのなんですか、 EQG でしたっけ？はいはいはい、電気で動く、はい、それ関係ですか？それはそれ、それはそれ、これはこれ、あれはあれという新しいなんか感じですね。一応ねこれはネットニュースで、出てきたんで、まあ、ちょっとねもう見られてる方とかご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、来年もしかするとね、Gクラス改良型が出るかもしれないっていう。改良型、改良、一部改良っていう感じで、若干ね、マイナーチェンジまではいかないにしても、改良が入る可能性があるっていうような、ニュースですねがあります。なんか年式によってちょっと違うところあるじゃないですか、はい、例えば 350D の新型だったら、はいはい、自動駐車があるから、はいはい、そういう感じのではないですね、うん、それはね一応、仕様変更っていう、まあその改良、改良なんですけど、その題材的な改良ではないみたいな。題材的題材的ってなんすか？そんな言葉ありましたっけ？ちょっとカメラ震えるんでちょっと笑わさないでください。その大きな改良ではないっていう。あ、大々的、あ、それです、それです、それ言おうとしてました。大々的な改良ではないんですけど、雰囲気でさせてくださいよ。すいません。はい、ですね、一応、これはニュース、ネットニュースで、出てきてたんですけれども、早くて2022年後半から、2023年初頭にかけて、うんに、改良型が出るんじゃないかっていう、そんなねニュースが出てまして、一応ざっとね内容を見てみると、まあフロント、要は顔部分の、デザインが変わったりとか、まあ、あとリアバンパーがの、デザイン変わったりとか、あと大きく変わると予想されてるのが内装の、とこですね。内装関係が、大幅に解除されるんじゃないかっていうような、そういう記事ですねがありまして、で一応ですね、まあその辺、この間ですね、ヤンセンのディーラーさんの方に確認取ってみたんですけど、まだそのディーラーさんの方には正式な発表はまだ降りてきてないっていうことなんですけど、あれですね、そうですね、はい、こないだっていうかさっきですよね。はい、さっきです、先ほどですね、はい、確認取ったところ、まだ正式発表ではないというところなんですけど、うん、まあよっぽど変わるんじゃないかっていうことですね、で話してまして、でまあ一応その記事でいくと G63 が出てたんで、まあ多分同時に G400D350D も、デザインちょっと変更になるんかなっていう、そんな感じのニュースがですねちょっとあるんで、大体そういうパターンなんですか、63の画像が出てたら他のもう変わる傾向があるんですか。まあ、改良ってなると多分全体的に変わることが多いのかなっていうふうには思いますね、はい、なのでまあ早くて来年ちょっと動きがあるかなというところで、なんで、はい、で
ね、あと、もう一つですね、来年これも、出るんじゃないかっていうようなそんな記事 あるんですけど、新外装パッケージのですね、プロフェッショナルエクスクルーシブ、プロフェッショナルエクステリアっていう、そういうね新外装パッケージが、出るんじゃないかっていうようなそんな記事もね出てるんですよ。その新しいことが2つポンポンね出てくるんですね。どうなんですかね。ちょっとね、これも先ほどですね、あのディーラーさんの方に確認取ってみたんですけど、これもまだその正式発表はどうやらされていないということで、あれなんですけれども、ただ先日のですね、その IA モビリティっていう、もので、これがまあ出てるっていうことなので、まあほぼ出るんじゃないかっていうような感じですね。でね、画像でねやっぱ見てると、これ結構僕好きな、パッケージっていうか、はいはい、あの新型 G クラスを、ちょっとねそのオフロードっぽく見せる、そんなねパッケージなんですけど、どんな感じなんですか。例えば後ろリアゲートにはしごがついたりとか、はい、で屋根にルーフラッグついたりとか、はい、あとヘッドライトのね、ヘッドライトにヘッドライトガード、要はあの前の W463 の方のああいう網の、ガードがついたりとかしてですね、で、ちょうどねこの画像の写真がですね、ちょっとオレンジ色の G クラスが出てるんですよ。で新色って感じなんですか。多分新色だと思いますね。あのコッパーオレンジマグノっていう、そういうねカラーナンバーっていうかカラー名みたいですけれども、ああなるほど、はいね。でね、バンパーだったりとか、ブラックアクセントが要は効いてて、すごい後ろ特徴的じゃないですかね。いいっすよね。さっき言ってくれなかったじゃないですか。後ろ言ったじゃないですか。言いましたっけあ、スペアタイヤのとこですか。あ、そうです、はい、あ、そう、スペアタイヤもそうですねそう、あとね、タイヤもワイドタイヤがついたりとか、はい、18インチの、5本スポークアルミ、はい、で、ブラックペイントされてるものですね。結構ね、もうザ・オフロード、うん、なんかあの新型 G クラスって、まあ、どっちかっていうとそのちょっとラグジュアリーっていうか、はいはい、高級感が、うん、都会的な要素っていうか、うん、そっちの見え方が強いかなと思 う、ね、思うんですよ、その前方と比べると、うん、けどねこのパッケージで見ると新型 G クラスなのにそういうオフロードっぽい、うん、なんでまあ好みちょっと分かれるとは思うんですけど、そうですよね、見た目あの前方がいいなって言って、うん、た方がですね、うんうんうん、こっち見るとあこっちのオフロード感もいいな、いいなって なりますよ ね、 なりますね。これ、うん、なんか見ててあすごいいいなと思って早速欲しくなってますからね多分色が多分すごい相性いいんだと思います。そのあオレンジと黒の、うん、確かにこれすごいですよね、うん、いいですよ。そうでね、これもねどのまあ出るか出ないかっていうのもまだ全然未確定なとこなんで、うん、あれなんですけど、まあそのね、その画像で見るとグリルの形でいくと 350D400D とかのグリルなんで、そのあたりから出るのか、まあね、その63だけのパッケージなのかとか、うん、ちょっとその辺はねまだ全然わからないんで、うん、あれなんですけど、これね人気出るんじゃないかなって思いますよね。良くないですか。これいいですよね。ぜひ皆さんもあの見てみてください。あのちょこの辺に画像をちょっとあの数枚そっち枠外れてます。あこっ ち、 こっちちょっとこの辺でちょっと数枚写真をね、うん、ちょっと出してみてもらって、うん、これ多分いいですね。いいですよね、うん、ほんといい色だなと思って。オプションもあそのパッケージもいい感じに分かりやすい色合いの、うんうん、ボディーになってると思うんで。そうでね、そのルーフラッグラックにあのテント乗せれたりとかもできるみたいなんで、うん、結局ねあの G クラスでキャンプされるとか、うん、やっぱそういうアウトドア系の、使い方で
使えるよっていう、そういうねものになると思いますね。ゲレンデっぽい感じ、もうほんとザ・ゲレンデのあれですね、あれですよ。適当好き。自分がね、僕がキャンプそんなやらないんで、ちょっと言ってて、はい、ゲレンデのまあ本来のね、使い方って、はい、まあ人それぞれだと思いますんでね、いいじゃないですか。怒られる側。そう、キャンプ、はい、キャンプにね、使えたりとか、いいですね。うん。いいと思いますね、うん、こんなことがね、一応2022年に、その新パッケージ、新外装パッケージが出るっていうのと、改良が入るかもっていう、うん、そこがねあるんで、どっちなんですかね、タイミング的に前後まだわからないですよね。改良されてから新パッケージになる感じなんですかね。どうなんですかね。まだわからないと。まだわからないですね。はい、とかですね。でもまあ随時ですね、こういったネットニュースだとか、その辺チェック、僕もさせてもらってもらいますし、まあその都度ね、ディーラーさんの方にね確認取って、正式発表されてるのかどうかっていう。しっかり裏取りしますんで。はい。そうですね。まだ今のところ正式発表はされてはいないという。ところなんで、まあ、ただ結構濃厚じゃないかっていうのはね、言われてたんで、まあおそらく2022年ですね、来年 G クラスちょっと動きがまたあるんじゃないかなっていうところを楽しみになりますよ、ね、そうですね。 EQG もありますしね。そうですね、 EQG もね、うん、あれもいいですよね。とりあえず全部仕入れてください。はい、そうですね、全部ね、本当そうですよ。わかりました。はい、ということで、はい、そんな感じですね。はい、Gクラスの最新情報を、はい、お届けさせていただきました。ありがとうございました。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。